はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スシローカンナでございます。それではデジモンストーリーサイバースルス続きからやっていきたいと思います。前回サブイベントで、このブロードウェイ館内の七不思議をね、都市伝説バスターズを行いましたが、そこでですね、最後にピートが、ですね、中野館内からは出ていないと思うが、姿が見えなくなりましたが、まあ、おそらく K カフェでしょうということで、K カフェに行きたいと思います。パーティーメンバーの方は、変えておりません。前回戦闘がなかったので、せっかくの大乱と被ってるもんがしょぼくれておりますが、やっていきたいと思います。の前にごめんなさいね、裏でやっとけって話ですが、今思い出しました。そうだった。消えた方のセーブデータだった。ブレイブポイントあるんじゃねって思ったらなかったです。すいませんでした。消えた方のセーブデータですね。はい。すいませんでした。記憶違いでした。行きましょう。記憶違いでした。K カフェです。前回の最後、あ、違った。あれ、都市伝説背負ったおじさんの、都市伝説背負ったおじさんが、最後ピートに会いに行ったと思ったんやけど、あら、あ、こういうのは上からね、調べつぶしにしとけばいいんですよ。てっきり K カフェだと思っていました。 K カフェではなかったです。すいませんでした。嘘をつきました。普通におるやん。ヘイピード。ああ、君か。どうしたん？元気ないよ。君は自分が何者なのか知ってる？そんなものは後からついてくるんだよ。だからね、私は何者なのかは知らない。ただのカンナだ。僕は知らない。僕も知らない。実感がないんだ。自分っていう実感がないのかい？みんなそうだよ。あ、ピート、消えた。ピョンちゃん、どうした？何？ピートが消えた？はい。目の前で。一度戻ってきた前、ちょうど気になる依頼が入ったところだ。何か関係があるかもしれない。了解です。あ、了解ですって言っちゃダメなんだった。上司にはね、承知いたしましたか、わかりましたなんだって。なんで私階段使ってるんだろうね。まあ、いっか。まあ、いいや、すぐですしね。行きましょう。さあ。出ましたね。はい、こちら。亡霊飼い猫ビルディングだって。水島老人がずっと探しておるんだ。わしの巫女、わしの飼い猫を探してほしい。この人は前回の都市伝説オールバックじゃね、オール都市伝説おじさんだね。受けましょう。どうしたんだよ、オール都市伝説おじさん。依頼は水島老人からの猫探しだ。この方は先にオカルト研究部と解明した中野都市伝説事件の正体だった人物だが、覚えているかな？前回ですから覚えてますよ。オール都市伝説背負ったおじさんですね。縁とは否もの。袖振り合うも多少の縁か。あとは味な縁だと、なお良しだ。依頼は彼の飼い猫探し。非常時間にあって、この日常の匂いは貴重かもしれないな。まあ、猫探しって言えば探偵のね、よくある依頼なんかだ、よくわからんけど、なんかそういうイメージあるわ。しかし時間の指定もなく、ただ K カフェで待っているとだけ告げてきた。とりあえず様子を見に行ってくれ。行っちゃったよ、さっき。さっき行っちゃった。こっからでしたね、K カフェ行くの。そっか、オール都市伝説背負ったおじさんの依頼か。仕方がないね、受けちゃいましょう。大丈夫かな？戦うのかな？今回も戦わないのかな？ああ、地震だ！ゲーム内では。エグザモンかな？収まったようだ。地震だろうか？エグザモンかもよ。ヘイ、マスターやってる？あ、マスターと、バイトちゃん。バイトちゃん元気？いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。サッちゃん大丈夫だった？さっきの。サッちゃん思ったより普通だね。さっちゃん普通だね。どうしたん？マスター？ヘイマスター？地震？いや、気づかなかったな。あれ、私だけ揺れた。じゃあ、私だけだよ。バイブレーションだよ、きっと。リアルバイブレーションだよ。そうか。水島老人はいなかったか。はい。
以前会ったのは朝方だった。言えない。朝方だったな。一度出直して朝方もう一度 K カフェに向かってみてくれ。了解です。了解ですって言っちゃダメなんだった。次の日の未明、丑三つ時や。K カフェに行ってみよう。この時間なら水島老人はいるだろうか。じゃあ行こうか。BGM なんでなくなる？お姉さんはいつまで立ってるんだ？行こうか。マジこの時間人おらんのね。電気代すごそう、ブロードウェイ。ずっと電気ついてるもんね。じゃあ、K カフェに行きましょう。あ、おるね、水島老人。へい。よう、君か。待っておったよ。大丈夫？顔色悪いけど。ん？昼間行ったけど会えなかった？そりゃよっぽどタイミングが悪かったんじゃろうな。わしはずっとここで待っとったよ。本当に？ごめん。では早速探してもらおうかの、ミーコちゃんを。わしのミーコはここにおる。この壁の中にな。でもこの中にあるんて真空管式コンピューターだけだぜ。あ、また。揺れておる。今、K カフェにいるか？はい。揺れてます。ブロードウェイ4階で、すさまじいデジタルウェーブの振動を検知している。大乱気流だ。あ、これデジタルウェーブの振動だって。よかったね、おじいちゃん。おそらくタイムカプセルが発生源だろう。何？地震？いや、ブロ、あの、いや、1階は揺れていない。デジタルウェーブの振動を君がそう知覚しているだけ。あ、そっか、半電脳体験さ。デジタルウェーブの振動がでかければでかいほど私の体も揺れるってことね。なるほどね。やだね。あ、ピート。そうだよね。ピートはだって、この真空管式コンピューターの中から見つかったんだもんね。おお。知らないままでいい。知らないままがいい。今のままでいいんだ。今のままがいいんだ。やめてよ。僕を起こさないで。ミーコや。僕はピートだ。もういいんじゃ。わしの元へ戻っておいで、ミーコや。ピート。いやだ。そんなの勝手すぎる。僕は、まだ。あんなお願い。僕は今のままで。すまんなあ、ミーコ。すまんなあ。何があったんや、おじいちゃん。つながったか。振動は落ち着いたが、喉は変わらず凄まじい。まるで、大渦巻きか。大竜巻だよ。原因は真空管式コンピューターだ。やっぱり。それを中心に、9回線のイントラネットの中で、デジタルウェーブの放流が発生している。そう。デジタルライン、電脳的リューメクでデジタルラインを形成しているんだ。お、自分でリューメクを形成している。このままでは現実世界に影響を及ぼすのは時間の問題だろう。そこまで凄まじい。原因である真空管式コンピューター。君の力で何とかしてみてくれ。頼んだぞ。わかったけど、行こうか。久々だね。ここに来るのは久しぶりだ。僕を探さないで。僕を起こさないで。ピート。ピート、一体何が？先進む。行こう。とりあえず一回ぐらい戦闘しておきたい。しまった。インペリアルドラモン。変形させてくるの忘れた。インペリアルドラモンをファイターモードにしてくるの忘れた。これあれだ。全体攻撃メンバーになってる。一回ぐらい戦闘しときたかったけどな、ないか。なさそうではある。でも上に行けないと思ったらこれ下かい。めちゃめちゃ入り組んでるね、ここのネットワーク。イントラネットってやつ？イントラネットとは何ぞや。何ぞや。何ぞやけど、めちゃめちゃ広いな。これ行き止まりだな。畜生、エンカウントしねえ。タイラント被ってる。エンカウントした。オッケーオッケーオッケー。文左衛門か。いや、まあ、フリー属性やからええかな。アイランとかも、テレビとかね、ワクチン、じゃあデータ値がなくなってるんですよね、ワクチン種と。もともとワクチン種だったんか、アトラカプテレビって。あー、これは面倒ですね。これは伊佐坂先生ですね。これをデータ種にしときましょうか。はい、行きましょう。
ちょっと強いわ。いや、ダブルモードタイムが厄介やわ。普通に。じゃあやってみます。ソウルウィップが全体なんで、そこそこダメージ。単体だった。なんでだろう。あれ単体だった。なんでだろう。あれあれよしよしよし、オッケーオッケーオッケー。じゃあ、あとはゲッターとマホークで落ちるでしょ。ごめん。すまん。すまん。すまん。無理だった。なんでボルト持ってあの打点低いんだろうな。200ぐらいしか入んないよ。リアのもんとかは普通にね、400ぐらい入るのにね。タイランドカブテルもだいぶレベル良かったね。千九千九。助かるぜ。でも SP 低いねー。SP 補強しとかのきついかなー。とりあえず、まあ、デジモンは編成しときましょうか。誰がいい？社員。オメガモンズワルトは入れたいよねー。メルクリモンにしようか。なんか偏っちゃった。まあ、いいか。じゃあ一回戦闘できたんで、一応ハードセキュリティかけときましょう。念のためね。オッケー、行こう。一応ここもアイテムはあるんはあるんですけど、行き止まりとかに行けば。ただ、そこまでの重要なアイテムは多分なかった気がするんだよなぁ。よし、こっちかな。合ってるかな。合ってるっぽいね。はい、抜けましたね。最悪です。ロックアウトしましょう。ピートと戦う。おー、ネットワーク。どうして僕を知ろうとするんだ。いや、依頼だから。返事がない。ピートを探そう。そうだね。ただ、あ、一応あれだね。まだなんだ。ファンクションコールじゃねえ。ハードセキュリティかかってますね。何があったんでしょうね、ピートに。ピートの名残みたいなのが下にありますね。これですね。あ、上にもあったか。ブロードウェイ建築図書シークエンス。ブロードウェイ以下ブロードウェイの建設計画は1959年に発表され、オープンされるまで7年もの歳月を要し、完成に時間がかかったね、時間、理由がある。施工がまでにたびたび大きなトラブルがあったからだ。地ならしの段階で地下水が湧き出し、それきり工事が中断してしまったので、相馬は大きな池になり、相馬は長期間放置された。なぜか謎の大魚がたくさん出て、釣りで逃げ合ったそうだ。水浴びをする人も大勢いて、子供が一人で溺死してしまったという記録まである。今日は大変なことがあった。僕の寝床の中にデジモンが紛れ込んだんだ。寒くて寒くて、助けてって言っても、誰も来てくれなかった。でも探偵さんたちが来てくれた。ヨーコとカンナ。カンナに君は誰って聞かれた。わかんないって僕が答えた。これピートのログか。そしたら京子が名前を付けてくれた。タイムカプセルだからピートだって。僕の名前、ピート。すごく嬉しかった。名前っていいね。ピート。じゃあ、チリチリになったピートのデータを、データっていうか記憶。記憶？ログ？なんて言えばいいんだろう。でも回収していこう。そっかー。ピート。今回は読み物が多そうですね。何本あったっけな？結構多かった気がするんだけど、おっと、これは開けれますね。ウォールクラックですよ。なんで私体避けたんやろ？レベル何倍来たって言ったのって体避けてもさ、タイラント被ってるもんなんだから、抑制チップか。抑制チップとか使えば、うまく使えばいいんだけどな。よし。もう一個。シークエンス2。ブロードウェイには設計図というものが存在しない。1961年、内閣が所得倍増計画をスタートする高度経済成長が始まりだ。政府は失業対策と合わせて公共支援事業を乱立させ、大手ゼネコンに予算をばらまいた。1962年頃、そうしたプロジェクトの一つである首都高速のメインルートが予定より早く完成してしまった。
そこで放置されていたブロードウェイに目がつけられた。アーベテ労働者と資材が突進からここに突っ込み込まれ、いきなり工事がスタートした。設計図なんて用意している暇はなかったのだろう。そんな。ヨシトは生きる勇気不、ん?勇気不夢が大好き。ああ、歌手か。いつも僕の額に乗せて勇気不夢の話をする。歌も踊りも姿も形も完璧。あんなに何でも揃ってるアイドルっていういないっていう。僕は歌も踊りもできないし、ヨシトの膝の上で眠っているのが好きだけど。でもヨシトが楽しそうに話をするのは大好き。猫だね。猫の記憶だね。だから猫の記憶と、ピートの、でも一人ここの池で溺死した少年少女は言ってなかったな。子供の話だとすると、混ざっているのか何人かの人格が。猫と子供と、ここブロードウェイの記憶が混ざっているのだろうか。どうなんだろうか。シークエンス3。設計図もなく開始された工事は、ただ土地の上に形に合わせて鉄筋をぶっ立ててセメントを流し込んでいくものだった。危な。そして4年後出来上がったビルを数えてみたら、地下3階、地上10階建てになっていたというわけなのだ。東洋一の商業ビルは勢いだけで作り上げられた。エスカレーターの角度を間違ったため、1階と3階が直結してしまったり、そうだね、ここはちょうどそうですね。2階へのエスカレーターじゃなくて1階から3階ですね。ほとんど使われていない地下階があったり。まあ行ったことはない。行けなくなってるよね。このビルがとても不可解な構造になっているのは、この時のこの事情のせいなのである。ヨシトは息子と万博に行ったことがあるそうだ。月の石を見るのにすごく並んで人々だったって。でも息子たちは楽しそうだったって。ああ、万博の話か。大人帝国の話だったね。ぐらいでしか知らないんだけど、私、万博。ヨシトは水島主任とも呼ばれている。水島ヨシトがヨシトの名前。だからおじいちゃんだね、依頼主だ。ヨシトはコンピュータールームの偉い人で、いつも息子と出かけられないから万博楽しかったみたい。僕もヨシトと行きたかったな。でも僕はいつもコンピュータールームでヨシトと一緒。コンピュータールームでってことは猫じゃねえのか。デジモンだったのか、もともと。だからいいんだ。もともと猫のデジモン?バニャモンだったってこと?どうなんだろう、そこよく覚えてないな。まあ、行きましょう。ここじゃない、この上だ。戻ってきちゃった。あといくつぐらいあるんだろうな。ここはないでしょう。あれでもここは来たとこか。あれ来たところか。ぐるぐるしてるか、私まさか。あの右上に来てんだっけな。いや違うな。ここであってるはずだ。嘘だ。これは来たところだ。ここは来たところだな、私。ミニマップ的に違う構造だと思っちゃった。来てますね、ちゃんと。じゃあ一旦戻りましょうか。戻って、そうだね、戻んなきゃね。道わかんなくなっちゃってるわ、今うち。マッピング能力ゼロ、皆無。進行感式コンピューターで、ここからですね、上ですね、ここですね、こっちですね、行ってないのは。ピートはいるんでしょうかね。まあその前に、これだね。シーケンス4。通常、大きな商業ビルは元締めのオーナーがメインとなって、全体のイメージ戦略を打ち立て、
出展者が選んだり、細かい規約を決めたりするもんだ。けれど、ブロードウェイは違った。最初から店舗も住居もバラバラに販売してしまったのである。そして買った人はそこのスペースを自由に活用していいことにしてしまったのだ。だけに住居と店が乱雑してるってこと？だからオープン早々から個々の店主や住民は自分の店や部屋を思い思いに改造し始めていた。結局このビルの設計図は完成8年後に作られている。この時点ではもう誰も全体を把握できないような状況になってしまっていたわけである。よしはいつも僕を膝の上に乗せて頭をずっと撫でてくれる。僕はよしとが大好き。よしはいつも僕をミーコって呼んでくれる。僕オスだけど、よしとが呼んでくれる名前が大好き。いや、やっぱワニャモンのデータだね。データだよ、記憶データですね。あとどこだろう、行ってないの。あれと戻っていきましょうか。あとどこだ、まだあるんかな、まだあったっけな。でも行けるとこは全部行った気がするんやけどな。この下に行ったんだよね、最初。だから、あとは、ここの奥は行ったっけ？この奥行った気がするんだけどな、私。迷ってますね、今。すいません、迷ってます。あ、行きましたね、ここ行きましたわ。そこも行ったでしょ、そこも行った、そこも行った。あれ、あとどこだ？話が意外と進まないな。で、ここで戻ってきて、上はさっき行ったでしょ？なんか取り逃してるのかな、私。今、どうなってる？依頼内容。ヒントを探しながら辺りを調べようやけん。まだあるんだろうな。これ行ったっけ？あら、これ行ったっけ？これ行ってねえじゃん。ここだね、最後。最後かどうかわかんないけど。とりあえず、まあ、あ、あるね、まだデータ。抑制チップですね。あれで最後っぽいな。順番通りに来てるんかな、それともどうやっても順番通りなのかな。はい、5ですね。ブロードウェイの地下には真空管式コンピューターがあった。これは第二次世界大戦終結後、戦犯逮捕を逃れた者たちが密かに持ち込み GHQ の手から守っていたという。演算装置に使われたものなのか、暗号を解読に使われたものなのか、用途は定かではない。こちらたち、誰もそこに込められた意志を気づける者がいなくなった頃、人知れず紙の中に埋め立てられてしまったらしい。真っ暗。真っ暗になっちゃった。僕は暗いところでも平気だけど、こんなに真っ暗なのは初めて。埋め立てられた真空管式コンピューターの記憶か、これは。よしといない。匂いもしない。お外に出られない。よしとどこ？よしと、よしと。頭撫でて、お膝乗せて。よしと、よしと。これで、知ってしまったんだね。知られてしまったんだね。ピート、ごめんよ。僕は、ピートはピートだよ。あ。始まったか。想定したよりもとんでもないな。このままではビルが倒壊してしまうぞ。だいぶ揺れ、相当揺れてるんだね。僕は、誰か教えてよ。ピートはね、ピートだよ。ピート？違う。あ、変顔とか。みんな、行くよ。マッハスラッシュ3だ、強いぞ。だいぶ強めやな。あー、属性的にはフリーなんで、このまま行きましょう。サウザンドフィッシュ。どんぐらい入る？効かないなー。硬いなー。やば。
シャインオブビー。これ貫通なんて200か、貫通200やってガルルキャノンもそこまで否めん、望めんか、同じぐらいか。そうだな、同じぐらいだな。でももう多分ね、シャインオブビー打てないんですよ。燃費悪々ちゃえんけんね、多分回復しないと打てない。これを使って、大魔法型やね、強いね。でも、スバイさん遅いね、タイラントかぶってる。遅いのね、あなた。ビート、もうちょっとの辛抱やで。今、思い出させてあげる。思い出したくないかもしれないけど、反動で動けないんだって、タイラントかぶってるもん。どうして？あー、アイドルボブルやめてほしいな。シャインオブビー。よし、ナイス、ありがとう。私たちの大勝利。かっこいいね。うんうん、ピートスマン。そうだ、僕はミーコ。うん、ヨシトは友達、ピートは君の友達。ヨシトが呼んでる。ヨシトずっと探してくれた。僕を見つけてくれた。ヨシト。おじいちゃんが徘徊していた理由もこれだったんだね。ピートを探してたんだ。揺れは収まったようだね。収まったか。やれやれ。間に合ったようだな。さすが私の助手。いい腕をしている。おかげでコーヒーカップは割れずに済んだ。皿は割れてないよね。やだよ。片付けんのやだよ。おー、ミーコ、ミーコや。やっぱデジモンとして認識してたんだね。水島老人はもうすでに。迷い込んでしまったのか、もともと生まれてきたのかわからんが。よしとごめんなさい。ずっとずっと待たせちゃって。謝るのはわしの方じゃ。ミーコを一人にさせて本当にすまなかった。うん、いいんだ。だってヨシトはずっと僕を守ってくれたんだから。ミーコ、ありがとう。君のおかげで。ああ、違った。ピートの方で呼んでた。ありがとう。君のおかげでミーコとまた再会できた。ああ、実はな、真空管式コンピュータールームが存在した当時、わしは家族と離れ、ここの館内に住んでいた。コンピュータールームはわしの職場じゃった。唯一連れてきた家族はこのミーコじゃ。あ、猫だったんかな、やっぱり。ミーコを相手に家族との思い出やお気に入りのアイドル、勇気不夢への熱い思いを語り、寂しさを紛らわせていたんじゃ。ピーコはコンピュータールームについてきた。長い間、ミーコと共に過ごしたよ。いや、ほんまに飼い猫を連れてきて、飼い猫も一緒に埋まってしまったってことかい。やがてコンピュータールームの閉鎖が決まり、部屋の扉ごと厚い壁で塗り固められた。ああ、もうセメントでがっつりやられたってこと、扉ごと。ミーコがいなくなったのはちょうどその頃じゃ。じゃあ中に閉じ込められたままだったんだ。まさかとは思い、何度もこの場所に足を運んだ。しかしどうすることもできず、そのうちに諦め忘却の淵へと追いやり、気づけば数十年の月日が流れてしまった。こうやってミーコと再会できたのは君のおかげだ。ありがとう、ありがとう。おかげでまたミーコと一緒に暮らせる。本当にありがとう。いいの、ピート。あ、行っちゃうんだね。よかったね、これで。そうか、ご苦労だったな。ピート行っちゃったね。寂しくなるね。真空管式コンピューターとともに壁の中に閉じ込められた猫、ミーコ。それが、なんかその子の記憶がデータになって、真空管式コンピューターの中の、あの、ワニャモンとなって、今私たちが発見して、今に至るんだね。その子、そのミーコがイントラネット、龍脈の力を得て、コンピューターと同化してデジモンの姿となった。それが我々のシルピートだ。同化した詳しいプロセスは不明だが、我々はそういう事象が起こり得ると知っている。まあ、感情とかそういうさ、思いっていうものが何を生むかわからんってことだよ。電脳世界と現実世界の壁は厚くもあり、薄くもある。
数十年の時を経てピートが現れた理由は、最近のデジタルウェーブ以上の影響だろう。だが一つ気になることがある。ん？君の話では水島老人は、また一緒に暮らせる、そう言ったのだろう？はい。それはどういう意味だと思う？ミーコを連れて帰るんでしょ？それに水島老人が都市伝説の正体であると知った事件。彼はどうやって観覧に侵入していた？住んでんじゃねえの？ヨシンバ、あのタイミングで空いている出入り口があったとしても、目撃談が生まれるほど頻繁に出入りしたとなると話は別だ。不法侵入ってこと？じゃなくて、本当に都市伝説だったってこと？リアル？こうなずに君は納得のいく推理を述べられるか。おじいちゃんはもうすでにいなくって、おじいちゃんの思いだけで動いていて、水島よしと、この人物を調査したらば、容易に回答を得られるかもしれない。君はそれを確かめたいかい？いや、無粋やと思うね。僕たちを探さないで。無粋だね。ああ、それが正解だろう。しかし、オカルト研究部の連中に知られたら、さぞや狂気乱舞するだろうな。なんせ彼らが目の当たりにしたのは、正真正銘の怪異だったってことか。いや、よそう。そうだね。解明する必要ない謎も世界には多いな。この中野は、早いねえ。あの世とこの世を蒸気と怪異。リアルとデジタルの今大まかどき。つまり、何でもありなのさ。行っちゃうの、ミーコ。いや、ピート。バイバイ。寂しくなるね。寂しくなりますなぁ。ということでね。今回はこの辺で終わりたいと思います。多分依頼受けたら、依頼じゃ報酬受け取ったら次に進むと思うので、報酬は勝手に受け取っておきます。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。次回また、パーティーメンバーを変えておくかもしれませんし、変わってないかもしれません。次回の動画でお会いしましょう。おそらく次回は本編進むと思います。バイバーイ。